リケッチアモクは、アルファプロテオバクテリアモーに属する分類群の一つ。そのほとんどは、他の生物の細胞内での未生存可能である。人に、各種疾病を引き起こすリケッチアのような病原体や、家畜に被害をもたらすエールリキア、また全接触動物の三分の2、さらにフィラリア線虫のほぼ全てに感染するボルバギアも、含まれる。宿主は、新核生物に限定される。 細胞内共生によりミトコンドリアの起源となった細菌はリケッチアクか、その禁煙グループに属していたと考えられている。ウイルスがリケッチアや、それに類似の生物から生じたと考えるものもいる。培養が困難であることもあり、プロテオバクテリアの中でも謎に包まれたグループといえる。もともとリケッチア目には全ての変成細胞内寄生細菌を含めていたが、 その後に、クラミジアや急熱病原体などは禁煙性が低いとして取り除かれた。現在の体系では、リケッチア化、アナプラズマ化、ミディクロリア化の3つが存在する。ホロスポラ化が含められる場合があるが、近年ではホロスポラ目として別系統に分類される場合が多い。同様に、海洋中から発見された SAR11 という難培養系統も、 現在ではペラギバクターアメとして別系統に分類されている。ありがとうございます。